太鼓って世界中にあるよね。日本の和太鼓の他にも中国の太鼓とかヨーロッパのドラムとかアフリカのコンガとか、これはどこかにオリジナルの太鼓があってそれを真似たというわけではない。例えば日本と南アメリカは江戸幕府の開国まで交流がなかったけど、日本にも和太鼓があるし、南アメリカにもボンボという太鼓がある。つまり修練進化、遺伝による進化じゃなくて、同じような環境に適応するためにそれぞれが独立して同じような姿の存在が現れた。じゃあ太鼓が生まれた環境とは何なのか。農耕を行う以前の人類は狩猟採集が中心の生活だったわけだけど、特に採集は大変で、森で採集活動をする場合は一つ一つの木に登って木の実を取ってこないといけない。これは大変なので、何とかして近くにある木の実を一気に手に入れたいという欲求が生まれる。こういう環境で生まれたのが太鼓。共振周波数って知ってるかな。すべてのものには共振周波数というものがあって、共振周波数と同じ周波数の振動を与え続けるとそのものを破壊することができる。この周波数を生み出すのが太鼓。太鼓を叩いて発生する音は微小だけど、木々を揺らすことができる。この時に適切な太鼓の叩き方をすると、発生する音の周波数が木の共振周波数と一致。共振周波数は物ごとに設定されてるから、木の種類が同じなら同じ共振周波数になる。すると共振周波数で揺らされ続けた木は大きく揺れ、最終的には破壊され、その木の持つ実を全て獲得できる。これが元来の太鼓の使い方で、採集を補助するための道具だった。ただこれが可能なのは経験を積んだ一部のプロフェッショナルのみ。なので時を経るごとに誰でも使える楽器としての用途で次第に広く使われるようになった。だから夏祭りとかで和太鼓が置かれてる場合があると思うんだけど、そういうところに行くときは用心するに越したことはない。共振周波数はこの世のあらゆるものに存在します。そう、人間であっても。